交渉人、マシモ・マサヨシ、交渉人、マシモ・マサヨシ、交渉人、マシタ・マサヨシ、A 代、ネゴシエーターは、踊る、大捜査船の、スピンオフ映画。2005年5月7日に、ザ・踊るレジェンド・コンティニューズとして公開され。キャッチコピーは、HE、S バックアップ彼は脇役だろましもケーシモ、出ておいで。一緒に、地下鉄走らせようよ。弾丸ライナーより、 東京サブウェイパニック。踊る大捜査船、ザ・ムービーにレインボーブリッジを封鎖せよ。の事件集結から数時間後、事件は始まっていた。大場会社役員連続殺人事件の翌年、2004年との設定のクリスマスイブの午後、大混雑している東京の地下鉄で、地下鉄運営会社、東京トランスポーテーションレールウェイ、 TTR の最新鋭視車両クモ E4 から600、通称、クモが何者かに乗っ取られて、地下鉄網を暴走し始めた。警視庁は緊急対策会議を招集、第一級テロの可能性ありと見た、捜査第一課の室井誠時間理員官、警視制は、緊急対応メンバーの招集を指示、その司令塔として、日本初の犯罪交渉人、ネゴシエーター、 マシモ・マサシ交渉課準備室課長、刑事率いる刑事部交渉課準備室、CIC チームを TTR 総合指令室へ急行するよう命じた。この作品の終盤で、室井管理官は新宿北警察署の特別捜査本部に呼び出されるが、これは踊るレジェンドムービー第2弾、容疑者、室井真嗣の事件へと間接的につながることになる。 役職等は2004年12月24日、事件発生時、本作は東京の地下鉄内で起こるパニックを扱ったもので、あるが、地下鉄、サリン事件を想起させることから、東京地下鉄、東京都交通局から撮影許可が降りなかったため、地下鉄内シーンの撮影は、札幌市、札幌市へ地下鉄、埼玉市、埼玉高速鉄道、横浜市、横浜市へ地下鉄、 大阪市、JR 西日本、大阪市営地下鉄、神戸市、神戸市営地下鉄、福岡市、福岡市営地下鉄と東京都以外の各都市で行われた。また、撮影場所が分散しており、かつ、地下鉄構内での撮影には時間制限があることから、効率よく撮影するため撮影隊は役割ごとに4つの班に分けられ、それぞれ別の場所で同時に撮影が行われた。 特に、神戸市、横浜市では、フィルムコミッション活動が熱心であることなどから、大掛かりなシーンのほとんどは、神戸市営地下鉄及び、横浜市営地下鉄内で行われている、神戸市営地下鉄では、海岸線で行われ、車両など大半は、海岸線のものを使っている。そのため、実際の東京の地下鉄とは全く異なる描写が、多い、対面式ホームの駅がモデルだが、ロケ地は、 島式ホームである点などただし、最終的に暴走する雲 E4 から600を狙撃するのに、サットが幹線道路上にある地下鉄工事現場、道路復興版を敷いてある箇所に車を止めて隊員が降車するシーンがあるが、東京都建設局第4建設事務所の撮影協力によるものである、撮影当時、 工事中だった東京都道311号環状8号線の、よ木トンネルと練馬トンネル接続部上にある路面で、撮影している。最寄り駅は、西武池袋線練馬高野台駅より、小木く寄りのところ、クレジットタイトルにも撮影協力、東京都建設局第4建設事務所の表記がある。本作公開直前の2005年4月25日に、 JR 福知山線脱線事故が発生した。このため、公開の延期を求める声も上がったが、テレビ CM、劇場内で流れる本作の予告編のみ、同事故を想起させる可能性のある場面と、東京サブウェイパニックの字幕をカットした差し替え文で対応し、本編については予定通りの公開となった。発売元は、フジテレビジョン、販売元は、ポニーキャニオン、 2005年6月12日に東京で行われた200万人動員記念舞台挨拶において、プロデュースの亀山千尋、フジテレビジョン映画事業局長による、やる、やらないは別として、すでに2のリサーチには入っている、冒頭は、真下と雪野の,の結婚式から始まるといった発言が同挨拶で行われた。この映画から登場した新キャラクター、寺島進演じる、 木島上一郎敬視が好評だったことから、踊るレジェンドドラマスペシャル、逃亡者、木島上一郎として、木島上一郎主役の2時間ドラマが、本校勝幸プロデュースで制作され、富士テレビにて2005年12月10日に放送された。また、本編と同時進行するサイドストーリーとして、かつて、歳末特別警戒スペシャルに登場した、高橋勝美演じる、 内田晋三警部を主役とした、ショートドラマ、警護官、内田晋三が、監督、本校和幸、脚本、君塚良一により制作され、富士テレビにて2007年1月27日、土曜プレミアム、トリビアの泉復活 SP 踊る大平平祭り、内に放送された。本作では整合性を図る意味合いもあって、この映画の映像が一部使用されている。 木島上一郎刑事をはじめ、浅尾、倉橋ら子の映画に初登場した刑事たちは2010年公開の、踊る、大捜査船、ザムービーさん、奴らを解放せよ、にも登場した。そのうちの倉橋はファイナルにも登場する。ファイナル未登場の木島、眉伝、草壁、浅尾らは、深夜も踊る、大捜査船ファイナルで、主役として登場している。 平和より2017年9月に登場。映画本編と違い、演出でリズムポリスが使用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。